ナッソさん、こんばんは。ヨシオさん、初見さん、挨拶だけでも歓迎ですぜ。孤独なわしに幸せのお裾分けをプリーズ。棒読みちゃんの教育方法矢印、野獣、は、野獣先輩、を、覚えました。野獣、を、忘れました。変なの覚えさせないでね、わら。鹿島さん、こんばんは。ヨシオさん、22時から緩やかにドラクエスタートします。それまでレトロゲーのデモ配信でお楽しみください。ヨシオさん、こんばんは。ミヤポンさん、バンワー、プチッとな。リノッカさん、こんばんは。ヨシオさん、再起動してきま。ヨシオさん、こんばんは。
よしおさん、戻り。ミヤポンさん、昨日、予想通りギルドカード交換するの忘れてました。わら、アイマさんからギルドカード送られてきてるのに気づかず、私ら3人ガン無視。悪いことした。あ、もしもしこんばんは。そんなのあるんですか？なんか、ギルドカードってなんですか？ミヤポンさん。音波 OK かな？音大丈夫ですか？ギルドカードでもう、あれですか、取り返しつけない状態なんですか、それは。ちょっと申し訳なかったな。ギルドカードってのは全然知らないんだけど。失敗した。プレステ5上でってことなんですかね、それは。ミヤポンさん、ゲーム内自己紹介カードギルドカード。リノッカさん、言ってくれればいいのに。言ってくれればいいのに、なんかよくわかってないのよね。リノッカさん、言わずに渡すもの？全神戸さん、こんばんは、んこそば。ちょっとこれが分かってないですけど。全神戸さんこんばんは。あ、ちょっと、一応一通りちょっとご挨拶を。鹿島さん、あれ？ナッソさんいたような気がするけど、ナッソさんが、チャット欄にいないな。あ、いた。ナッソさんこんばんは、鹿島さんこんばんは、ミヤポンさん、リノッカさん。全神戸さんこんばんは。ちょっと今日こそは。いますよ。わら。いますよね。なんかね、ちょっと隠れてて見えてなかった、チャットの欄が。固定しちゃってるのがね、ちょっと被さっちゃってて。俺がコメントする前に打ってたんだもんね。私とギルドカードを受け取りました。って出るんですけど、私ら3人気づかずで。あー、それはあれですか？これ、この後でも受け取れるんですか？ちょっとなんか失礼しちゃったから、ちょっと謝りついでにちょっと、ご挨拶遅れればいいかなと思うんだけど。3人とも気づかないの。そうだ、ここだ。ここだよ。とりあえずどうします？ちょっとレベル上げしましょうか。1時間ちょいぐらいかけてレベル上げした方が。あれでも戻れないの？あ、戻れるよね。あれ戻れないんだこれ。大坊さんこんばんは。あ、大坊さんこんばんは。戻れないの？こんばんは。あ、無限さんこんばんは。戻れないのかなこれ。ケイさん、こんば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 ん。あ、ケイケイさんこんばんは。ここ入っちゃうと戻れない。マジで？ちょっと待って。なんか回復ポイントまで戻れればずっとここの中にいてレベル上げしてもう一回戦えるかなと思ったんだけど、戻れない。ミヤポンさん、受け取ってますよ。モンハン起動する時間あったら確認してみてください。次回アイマさんに会ったらこちらからも送りましょう。ってまた忘れそう。わらわら。あー、まずやり方がわかんないからね。ケさん、いよいよ、ヨシオムーアが出てくるんですね。ヨシオムーアはね、戦って負けてね、
ちょっと多分勝てないと思うから、ちょっとレベルを上げようと思って戻ろうと思ったんだけど、ちょっと無理っぽい。戻れない。一旦ちょっと戻りますね。鹿島さん、セーブ履歴はどうですか？セーブ履歴、多分ここが最終ポイントでセーブしてんじゃないのかな、デスタムアの前で。ちょっと待ってね。ミヤポンさん、そうここよ。リレミトダメっすか？リレミトは多分戻れるんじゃないかな。今日の右下派なんでござるか？リノッカさん、まずはミヤポンさんと交換してみては。あー、まあ作ってないからね、まだね。今日の右下は、これはあれです。あの、デスタームーアですよ。デスタームーアのところの映像ですよ。嘘ですよ、これ。アゲハってクラブが昔あったじゃないですか。そこのところのバックの背景が、デスタームーアのこの最終戦に似てるかなと思って、はめ込みました。あの、普通の写真、実写の写真を入れ込みました。とりあえずリレミトを使ってみましょうか。ケイケさん、チンプンカンプンです。チンプンカンプンです。なんだ、え、なんか回答が違ってる？回答が違ってた。あれ、ちょ、リレミト無理だった？ちょっと待って、ちょっと待って、これ何、デスルーラじゃないとダメなの？ルーラだったら大丈夫？ミヤポンさん、そうそう、昨日やろうと思ってて忘れてたんです。鎖のっかさん、あー、大坊さん、デスルしか無理かな。デスルーラしか無理ですね。お金が45,000か。だってさ、これまだ第一形態だもんね。ケイケさん、今日の右下ハウーン、右下はダメなんですか？え、なんでまた。ミヤポンさん、あら、帰れないのか。帰れないんよ。ナッソさん、でしたねー。参ったな、セーブポイントがもうちょい前だったんだね。しなった。じゃあまあ、戦うか。もうどうしようもないもんね。次のポイントが戦闘中？これはどこだろう？ケイケさん、なんてこった、パンナコッタ。参ったよ。ケイケさん、もう勝つしか。勝つしかないね。鹿島さん、さんじゃダメだ、一度やられるしかないのですね。そうだね、戻るにしたらね、戻るにしたって何にしたって。やられた時のデータそのままね、一生懸命やがったね。ケイケさん、もう勝つ慎太郎。ちょっと待って、戦略どうすりゃいいんだ。どうだったっけ。とりあえずベストメンバーこれだよね。フバーハーが効かないかったんだっけ。ドサンコさん、フバーハー効かないなんてことないよね。今日はリベンジですね。あ、ドサンコさんこんばんは。とりあえず戻れないのが分かったから。戦略派ダジャレを言って笑われてるうちに寝てください。戦略ダジャレ言ってるうちに寝てください。あ、ベッテンコさんこんばんは。参ったな。しかもさ、これ初っ端で勝っちゃってもさ、時間が今度困っちゃうよね。別のゲームでやってだって雑談するの、なんか区切りが悪いよね。明日でしょスタートするの、あれ、ドラクエ7ね。一応どうしようかな、プレステ3でやろうかなと思ってんだけどな。今日は地震波大丈夫でした？地震ありました？嘘。ないっしょ。ケさん、え、100回言ってないですよ。100回言ってないけどね。ナッソさん、まあ勝て。まあ勝て。
勝てねえよ。地震波石川ですね。石川震度5ぐらいありました？仁王立ちしたら一瞬で死にそうだな。あと60回以内に勝てば大丈夫ですね。とりあえずアストロンでもしちゃいます？ナッソさん、まあ勝てたら良いんだけど、わら。アルミラージさん、ギガテンやっか。ケイ、ケさん、今日は4が最高みたいです。今日は4が最高、ああ、じゃあ、まあそんなでもなかったって感じですかね。あれ？アルミラージさんがいる。一応フバッハやっとくよ。いくらか効くかもしれないから。すげえよなこれ、フバッハやって175だって。おかしいよね。なんかないのかな方法が。やっぱこれフバッハ効いてないよね。昨日ミラさんお休みでしたね。あ、アルミラジさん昨日お休みでしたね。あれでしょ、チャットが喋んないからね。メガザルの腕はもうつけてないじゃん、これ。スマホがダメだったの。スマホがダメだったの。そんな理由だったの。呪文、ベフォマラやっとくか、一応。あとバイキルとか。スマホ壊れたんですか？ギガスラッシュなんてあんの？吉尾さん、瞑想もあるじゃん。今気がついたんですけど。とりあえずバイキルとか。ドサンコさん、とりあえずバイキルとかけて殴りかかるのが良さそうですね。あ、そうですね、そうですね。あー、すげー。バイキルと外されやがった。ケイ、ケさん、向こうが瞑想したらこちらも瞑想しようのかん？そうだね、そうだね。なんで避けるんだろう。攻撃が当たらない。ケイ、ケさん、ところで誰を応援したらよいんですかね。わし応援して、わし応援して、わし、まずわし応援して。で、首の鎌一枚で繋がってんだけど。とりあえず負け試合なんで、しょっぱなーにやってきやがった、くそー。ケイ、ケさん、この負け方はわざとですか？違いますよ、違いますよ、一生懸命やってますよ。アルミラージさん、昨日の日曜日、大雨の中、ウーサーしたらスマホが濡れて壊れた。あらら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 。
で、今日はあれですか、復活したんですか、スマホは。マジックバリ上がる。とりあえず回復しないとね。吉尾さん回復しないとみんなが死んでしまう。アルミラージさん復活ならず。あら、復活してる。別のやつにしたんですか。あれでもチャモロがさ、バイキルトないからあれだね。交代、バーバラさんに交代しないといけないよね、これ。ケイ、ケさん、ドラクエもミヤポンさんと D さんと複数で昨日みたいに参戦できないんですか。複数で参戦できないよ。できないできない。あら、瞑想入りやがった。マジックバリア二重掛けしないし、ね、みんなチャットでなくて声でチャットしたら面白いでしょうね。アルミラージさん、修理出したら交換ってなったが、ね、濡れて今までのスマホが復元できず、ツイッターもログインできず、最悪や。あらららららら、なるほどなるほど。ちょっと災難でしたね。ちょっとこう入れ替えしよう。チャモロさん、ちょっとマジックバリアしたら、ちょっと入れ替わってくんないと。ベッテンコさん、聖剣好き派バイキルトと気合いためで攻撃力10倍らしいですよ。スーファミ版派わかりませんが。バイキルトが、あ、あったあったあった。バイキルトは倍掛けできないよね。ミヤポンさん、聖剣好き派避けられる、わら。ケイ、バクリスケのがいいかな。機種変更するときも本人なのに Google にログインできないとき派、本当ただの文鎮になってしまいますよね。アルミラージさん、よりによってツイッター、最後のツイートがあのビグダのツイートやぞ。最悪や。あー、そうだね。お前、仮想通貨、仮想通貨持ってる時にさ、すげえ金額に跳ね上がってたのよ。それをさ、引き落としたいのにさ、全然なんだろう、ログインができないのね。あれなんか20、30とかなんかなっててさ、あれマジでもう下がってる下がってる、どんどん下がってるみたいな感じで大変だった時あったよ。ケイ、ケさん、パスワード派どこかで紙媒体に記しておかないといけませんね。いや、紙だけじゃ入れないのよ。なんかスマホのなんかアプリ、ワンタイムパスワードのやつ、あ、狙い撃ちで殺されてんだな、これ。回復薬。マジか。ケイ、ケさん、生体認証が一番いいんですかね。あー、まあね。そうなんだけど、あれは無理なのよね。あー、でも世界中の版を使うのもったいねえな。これ死に試合なのにさ。そうだよな。
入れ替えでチャモロでちょっと戦うか。まあちょっと負け試合なんで、ケイケさん、主さんは猫なのにどうやってログインするんですか。リノッカさん、生体認証ばかりに頼っているとパスワード忘れる。わら。そう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 。生体認証ね。ヘチコンちゃんのんのぬんぬ。あ、ハルさん。ハルさんこんばんは。ハルちゃんもふ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 。なぜか三河市客なんてやってしまった。ウバーハン効かないってなんだろうね。これあれ装備の方でさ、ちょっと対応しないとダメだよね。ケイケさん、急な端末の故障はログインできなくなるので痛いですね。倒しちゃったよ。ナッソさん、今日はエンディング見えるのかにゃー。ケイケさん、主さんは1日スマホ触れないと猫になりますか。猫にならないです。倒しちゃったよ。デスタムーア倒しましたよ。皆さん見てますか。シゴルさんこんばんは。シゴルさんこんばんは。デスタムーア倒しましたよ。気づいてますか皆さん。ケイケさん、誰もコメントがない。なんと倒した。見てなかった。ただ第一形態だけどね、まだね。第二形態、このまんまのボロボロな状態でいけると思いますか。ハルさん、猫にはならないということはやはり犬ですか。ケイケさん、倒すなんて酔いが足りないのでは。ドサンコさん、なんだろう、実は気がついています。シゴルさん、実は気づいてる。倒すなんて酔いが足りないので、ハルさん、チャットの履歴見てください。犬じゃないよ。私はおごりました。ミヤポンさん、でっていう、わら。ドサンコさん、実は気がついてます。気がついてて、気がついてて、なんか言って。アルミラージさん、ウボア。ハルさんのチャット見てください。私はウポりました。何の話なんだ。でっていう、でっていう、何、ゲームシステム壊れてるんですか。ウーボは意味わかんないな。しかしどっからともなくおぞましい声が聞こえる。やはりジジイの姿では失礼だったようだな。ではこれならどうかな。ベッテンコさん、そんなことより野球しようぜ。そんなことより野球、あれ何だったっけ、磯野みたいな感じ。無理だよ。これ第三形態まで行くんじゃなかったっけ。二人死んでんだけど。ジジイの姿。三人死んでる？三人死んでる。回復が死んでるから終了でね、もう、これ。マジかやー。ドサンコさん、ですね。第二形態まであったはずです。わら。第三形態、そうですよね。スマホ水濡れでツイッター復旧できずですか。あれ、お米の中に入れました。お米の中に、スマホ。全、小部さん、糸冬。参ったね。まあもう勝てないのはもう確定してんだけどさ。瞑想しとこ。毎回瞑想してやるよ。嫌がらせで。あ、でもピエールさん回復できんのか。糸冬すごい。糸冬すごい。終わりじゃない。終わりって言わない。
イテスク波動とは何か意味あるかな。けい、けさん、これをあと60回するのか、メモメモ。あと60回きついね。あれ今俺がイテツク派でやったんだっけ。違うよね、俺がやったのか。けい、けさん、ろくに裏ボス派パンツのお方。裏ボス、そうなの。ドサンコさん、ナイスイテツク派道ですね。うまい具合にハマったよね。イテツク波動、受け流し。ベホイミやっとっか。何？全小部さん、ムッキムキですね。ヨシオさん好みの。ムッキムキ、ヨシオさん好みじゃない。あれ、やばい。ハルさん、かけ流し。けい、けさん、右から左へ受け流し。ドサンコさん、裏ボスって確かブーメランパンツですよね。ブーメランパンツなんだ。作ると思ってないのこいつ。あ、持ってる持ってる。ハルさん、お品書き。おー、終了のお知らせ。よしおさん派、何パンツ。ボクサーパンツです。それいる情報。今年一番いらない情報じゃない。あー、もうダメだ。ドサンコさん、あれ履いてるんですか。けい、今日は履いてます。皆さん、ボクサーパンツですって。やめて、恥ずかしいから。鹿島さん、初代ドラクエ見た時ラスボス戦派プレイヤー派回復しながら攻撃していました。わら、ラスボス戦派プレイヤー回復しながら、こう初代ドラクエ見た時、ドラクエ1のこと。けい、けさん、何色ですか。何色ですか、黒じゃないかな。聞いてなんか意味あるそれ。全小部さん、あれ、イギリスで人気になったのはよしおさんではなかったんですか。イギリスで人気になったのはって何が。けい、けさん、皆さん、黒色のボクサーパンツですってよ。ほっといて、ほっといて。けい、けさん、百均一のパンツですか。はい、違うよ。ユニクロのパンツ。メガザルの腕輪は。ドサンコさん、メガズラの腕はつけてないっていうか、もったいないから。ミヤポンさん、ケイさんが興奮なさってる。ケイさん興奮なさってる。黒のおパンツ。いや、これだってもう無理でしょ。だってこれ勝てないから。けさん、なんとユニクロの黒のボクサーパンツですってよ。
着列前並み聞かないって。なんか変身とか、あ、変身して戦うか。全コベさん、ガタ。ケイケさん、ユニクロってエアリズムのパンツがスースーしますか？ドサンコさん、ガタ。スー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 。ミヤポンさん、エアリズムのパンツ入ったことない。すげえ強いんだけど。全員一回出せんの？まあ、とりあえず、ザオリク使えるやつ、一回出せて。あれ、チャモルザオリクできたっけ？これが、デスルーラ？これがデスルーラさ。うんび、ハルさん、30分かけてデスルーラよ。メンソール塗ったパンツですか？メンソール塗ってないよ。火、スースーしちゃうよ。多分前の人俺のレベルより低い状態でクリアするぞこれ。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。前の人のデータが残ってるんでちょっと見てみますよ。けさん、もうミヤポンさんに昨日みたいに一緒に操作してもらうしか。一緒に操作してもらうじゃなくて。こんな強かった記憶ないな。わら。なんか強いよね。ちょっとたどり着いて、あもう全然あれだね。53だって全然レベル上だ。あれ？なんだなんだ？ケイケさん、これもシナリオ通りですか？全然。コベさん、装備や熟練度が足りない？多分そうだと思いますよ。ドサンコさん、お疲れ様でした。ミヤポンさん、お疲れでした。お疲れじゃねえよ。これからだよ、これから。お疲れ様でした。これから。ミヤポンさん、解散。これから。解散じゃないよ。糸冬、ケイ、ケさん。おー、糸冬じゃないよ。あれ、チャンモロ、ザオラルしか使えないの？間違えた。ケイ、ケさん、いやー。今日はデスルーラ勉強になりました。勉強なるな。勉強なるな。あれ、ミリーフもザオラル使えねえじゃねえか。バーバラか？意外にあれだね、ザオリク並みに効くね。ケイ、ケさん、これが、看護家パーティー。パーティーそうですよ。ゼン、コベさん、このチャット欄の一体感、わら。操作ミスを待ってるみたいな感じ。あー、よし、これで一応回復したから、とりあえずレベル上げなくちゃいけないからね。ケイケさん、ああやって冒険の書を閉じるんですね。ん？冒険の書を閉じる。閉じちゃダメだよね。実際ね、さっきの感じで。あれ、ドランゴ戦闘にするか。ハッサン、アモス、アソラー。ケイケさん、変なパンツの情報を聞かされてしまった。まあ、いっか。ピエールさん、ちょっと鍛えるか。変なパンツ聞かされて、聞いたんだよ。あなたが聞いたの。わしは答えただけ。何の道具だったっけこれ。何を、何か使うと。ドサンコさん、あれ、小さなメダル手に入れてる。全体回復がもう一人いた方がいいんですかね。全、コベさん、テリー派？テリー、迎えに行くか。ケイ、ケさん、あらやだ。テリーやっぱ迎えに行った方がいいかな。弱い弱いと言ってもね。迎えに行きますか。さすがに。テリー。あ、島城さんこんばんは。
だってあれだもんね、この状態ピエールさんまだ全然育ってないしね。ケさん、今から何するんですか？今からレベル上げです。1時間ぐらいかけて。ちょっと戻ってテリー迎えに行きましょう。あと小さなメダルちょっと持ってるから、ちょっと交換行きましょうか。あれあれ、天魔の手綱で戻れなかったっけ？ケさん、ラリー、ゼン、コベさん、あれどっから戻るんだっけ？とりあえず本気で倒すなら、一軍メンバーの厳選と熟練度をしっかりと考えて組み合わせて役割分担を。ほんだね、そうだね。回復薬一応3人からそんなに悪くはないと思うんだけども。志村嬢さん、ちょっとまだ1ポイントがね。あとミレイユさんとか、あそこら辺の体勢をちょっとね、装備で直さないといけないと思うんだけども。もう無理か、小部さん。時間的に。って、前アルミラージさんが言ってた、わら。あー、もうね、忘れてるから無理よ。ルーラル戻れないもんね、これ。どうやって戻るんだっけ忘れてんだけど。天魔の手綱で戻れないんだってよ。どっから戻んだ？ナッソさん。じゃ、クリアハースかナース、ちょっと早いので今日跳ねますねー。お疲れ様でした。ナッソさんお疲れ様でした。今日ちょっとレベル上げだね。多分。ナッソさん、おやすみなさい。おやすみなさい。コベさん、ナッソさん、おやすみなさい。嘆きの牢獄か。嘆きの牢獄だ。そうだそうだそうだ。ここで落ちんだよね、確かね。ドサンコさん、賢者が開けてくれた旅の扉ですよ。だってここだよね、ここだよね。ケさん、おやすみんみんゼミ。そうだ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 。思い出した。全、小部さん、レベル上げの間、ヨシオさんの雑談タイムですね。雑談タイム。ドサンコさん、ナッソさんおやすみなさい。ちょっととりあえずテリーをさ、ちょっと連れて、またあれやっちゃうところだった。またやっちゃうところだった。ケさん、虫さん歯医者歯行くんですか？歯医者3ヶ月に1回行ってますよ、大体。お呼びがかかるんで。いつも大体忘れてて怒られます。リノッカさん、今日クリアしないのね。じゃあ適当に寝落ちしてます。あー、了解です、了解です。ディエルなんかいい武器しちゃってない？大丈夫ケさん、歯医者は怖くないですか？歯医者は怖くないっすよ。あ、いいやじゃねえ。歯医者怖いんですか？だって、なんだろう、通電してくる、削ったりとか、虫歯に3ヶ月に1回だから、なってないんで。ケさん、好きじゃないですね。全然削られないっすよ。ドラゴンキラーと雷鳴拳一緒なんだ。ドサンコさん、歯医者は怖いので嫌いです。あ、怖いんすね。
とりあえずあれだね、コイン交換しに行こう。けい、けさん、何回言っても慣れませんね。歯石取りも痛いですね。え、歯石取り痛いんですか？え、全然痛くないですけど。なんかツルツルなって気持ちいい感じが。リノッカさん、緑部麻酔で心臓手術されるより怖くないですよ。わら。しかも1年以内のね、内容だからね、リノッカさんのね、ホットな話題だからね。やばいよね、怖いよね。けい、けさん、くさ。どさんこさん、歯石取りたいです。わら、アルミラージさん、詳細説明するわ。ゴールデンウィークハウィークリークエストの報酬が珍しく高く設定されてて、土曜日の段階であと30件配達で1万円の報酬。土曜日が小雨で調子よく16件配達できて54件。日曜日、5。すでに5000円の報酬は土曜日の段階で入ったからよくば、ラズネたらよかったが、近場がなった。いかやく。ミヤポンさん、歯石取りたいですよ。わら、私いつも血だらけなんですけど。適当に、それ下手くそなんじゃない？リノッカさんのそれは怖いです。豪雨、すでに5000円の報酬は土曜日の段階で入ったから欲張らずに、あー、近場だったのが、あと4件だけなら。ケさん、アルミさん級。アルミラージさん、イカ役にされた。イカ役。イカ役。あれ、長い場で 2回ぐらいに分けた方がいいっすよ。計算やってられませんわ。あれよ、なんだろう、メルカリとか売れたら買う人いるから、買ってもらった方がいいと思いますよ。パーツ取りにする人いるんで。全、小部さん、イカ役ってなるんだ。そうです、長いとね、初めて見た。わら、長いとアルミラージさん、嵐とかと。ご苦労様です。けい、けさん、なんと修理代1万。アルミラージさん、交換やからこれまで使ってたの破壊さなばかねやぞ。志村城さん、交換なんだ。歯石こまめに取りった方がいいすよ。けい、そうそう、けさん、ね、主さん、直せないの？直せないこともないけど、スマホって結構ね、大変なのよ、リノッカさん、たまにね、俺も自分で直そうと思って壊しちゃう時あるからね。わら。けい、けさん、歯石取り派3ヶ月に1回？わし、3ヶ月に1回だね。なんか、ドサンコさん、アルミラージさん、それは大変で、お疲れ様です。全、小部さん、歯石がつく前にメンテナンスしていくのが一番です。あ、志村城さん、ね、私のおつむも修理してよ。大坊さん、細かいよね、部品が。そう、志村城さん、その前に俺のおつむ直してもらえねえかな。アルミラージさん、あ、大坊さん、そうですね。ツイッターにもログインできなくなり、最後のツイートがあのディグダのツイートで終わりました。いろいろな意味で終わりました。いろいろな意味で終わった。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、この後どこ行くんだ？とりあえずレベル上げだからね。もう一回戻るか。全、小部さん、ディグダで終わりというのが悲しい。わら。あれ？ちょっと急いでレベル上げも立てなきゃいけないからね。よしおさんは見たか？私の最後のツイート。俺見てないのよ。それ何？ディグダって何？話が伝わってないんだけど。けい、けさん、なんと、もう役払いと思って。みやぽんさん、レベル上げよりも熟練度上げメインがいいと思いので、ペスカニの間違いかと。ペスカニの間違い？毒がうざいけど。ペスカニの大坊さん、多分大雨で潰れたので、は？ペスカニってどこ？アルミラージさん、見てみな。あれが最後のツイートでログインできずや。そうなんだ。見たら意味わかるわ。そうなんだ、ちょっと見てみます。けさん、雨よく降りましたもんね。ペスカニね、ペスカニ。あれはツイッターでセーフだったんだろうか？わら。なんかやばいの感じだったの？ペスカニ。けい、けさん、主さんが注文しないから。俺注文したら大変なことになっちゃうって。
ここら辺は何？ここら辺は何？レベルが上がりやすいの？あのレベル熟練度が上がりやすいのかしら？全小部さん、吉尾さんが喜ぶツイートです。足が喜ぶツイート？やばいんじゃないの？アルミラージさん、大坊さん雨で濡れてね。おとなしく寝たらよかった。ずぶ濡れになって無駄金な上にスマホでログインできなくなったり。あ、アニケにミレイユさんが200超えてる。スマホのログインはちょっとめんどくさいからね。ミヤポンさん、敵が弱めなのに熟練度が上がるのでベスカニ周辺おすすめです。そうなんだ。すげえ助かりますよ。防水機能はあまり効かないんですかね。大坊さん、あの雨で16件配達は驚きました。すごいね。なんか途中からなんかログインじゃなくてなんかコメントがなくなったもんね。アルミラージさん、もうガンガンいっちゃった方がいいよこれ。多分ね、アルミラージさん、アゲクハインフレーション RPG クエストのレベル20万までいったデータも聖鎧イージスがマヤリゲイボルトがケイケさん、主さんのスマホは何年使ってるんですか？俺のスマホね、まだ 7S だからね、5、6年ぐらい使ってんじゃない？6年ぐらい なってんじゃない？この間バッテリー交換した自分で。動画上げようかと思ったけど、ヘブンイスの動画上げたってもう見ねえだろうと思ってやめた。アルミラージさん、16件は小雨の土曜日が、日曜日は11件で壊れました。リノッカさん、アップル信者ですか？アップル信者だね、多分ね。 MacBook Air も2個持ってて、iPad も1台持ってるけど、ずーっと使ってる。大坊さん、早く直さないと仕事できないね。あ、そうですよね。スマホありきだもんね、アルミラージさんなんか。アルミラージさん、あれだけの土砂降りだとな。おとなしく寝たらよかった。もうあれ、防水スマホとか、あともしくはあれだよね、海行った時に使うようなやつでカバーしとかないとダメだよね、雨の日ね。タッチパネルとかも使えるからね。ケイケさん、防水のカバー。土砂降りだと防水履きかないんですね。大坊さん、今は15万からでしょ？そうそう、大坊さんね。俺も結構ね、一回買ったらずーっと長く使うのよ。前のやつも 4S ずーっと使って、あれも6年ぐらい使ったかな。結構ずーっと長く使った。リノッカさん、アップル信者とはうまい酒は飲めねえな。そうなんだ。アップル信者だよ。でもなんだろう、アップルウォッチとか持ってない。欲しいとか思ってんだけども、なんか買うタイミングがね、多分スマホを新しく買い替えれば、ちょっとそのタイミングで買いたいとか、買ったりとかってあると思うんだけども、スマートウォッチはね、何台か使ったりしてるけど、アップルウォッチは使ったことないね。なんかスマートウォッチとかって言うとさ、中華製のさ、
アリクスプレスで売ってるようなやつがちょっと気になるのよ。あの安いやつじゃなくてね、2万円ぐらいからするやつがあるんだけど、アルミラージさん、デカ画面 なので今日アウショップで交換手続きして明日到着だと5000円だが3000円で今日中に届くので1万円近く出して今日中の日中に届きました。しかしログインできず。大坊さん、吉尾さん派編集 Mac ですか？ケーケさん、安いスマートウォッチ発見ですか？鹿島さん、iPhone のミニシリーズ派バッテリーが小さいから使い込めば込むほど電池の減りが早いです。13メートルエニユーザー草。大坊さん、モスですか？すげえな。小部さん、フワウェイのスマートウォッチ使ってますよ。すげえ流れて対応できないんだけど。わら、リノッカさん、早いよ。陶器を1台買ってしまったことだ。ハイボーさん、編集は Mac じゃないですね。Mac だと、いろいろと、やっぱ、Windows の対応がいろいろできるんだよね。編集ソフトとかもさ、画像編集とかもさ。スティーブ・ジョブズ？スティーブ・ジョブズ、よくわかんないね。だから一応 Windows やってますね。配信のやつとかも全部機材とかは全部 Windows 対応でやってますね。やっぱ Windows の方が汎用性が高いんだよね。ケさん、7って古いんですか？安いスマートウォッチは危険ですか？そんなことはないと思うんですけども、どうなんだろう。iPhone のミニシリーズはバッテリーが小さいから使い込むば使うほど電池が減る。Windows 7。13ミニ、ファーミリューザー。でもまあ電池交換できればね、自分でね、割と寿命が来てもね、対応できますからね。モスですか？モスってなんだろう。さん、マック信者じゃないじゃないですか。マック信者じゃない、そうですね。すいません、ちょっとギリギリのところでマック信者じゃなかった。ハーウェイのスマートウォッチ、あ、そうなんですか。自分のお手の iPad タッチを、iPod Touch を1台買ってしまった。なんで Apple 嫌いなんですかね。KK さん、スティーブ・ジョブズ、スティーブ・ジョブズじゃないですね。セブンって古いんですけど、今使ってる人いないですよ。もう最新の OS 対応してないですから、ね。画面ひびで画像出てたら交換機種にデータ移せたが水濡れで画面表示されないからデータが移せずや、パスワードとかのスクショもデータが、Twitter も Gmail もパスワードわからず最悪。Twitter も Gmail もパスワードわからず最悪。あらら。もう一回作るしかないかもしれないですね。大坊さん、でもミニ波小さくて持ちやすいんだよな。全神戸さん、Windows は一応10ですかね。家にあるやつは全部。仕事のやつは1台11のやつありますけども。ベテランさん、Mac 信者で、Mac 信者じゃないかもね。iPad は使ってますね、1台。使ってます。使ってて もうほとんど使ってないけどね。だって iPhone でほぼ怒ってるじゃない。そんな時ハチロムとかに覚えさせておけばよかったのに。ケイケさん、 Google 派ログインできなくなったらまた作るんしかないですかね。 Google はログインできなくなったらまあ復旧できると思うけどね。別のアドレスとか登録してればね。まあちょっと諦めず、それクローム使ってりゃね、クローム使ってりゃあれじゃない、覚えてんじゃないのかな。ハイボーさん、ミニは小さくて持ちやすい。そう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 、今でもね 4S うちにあるんだけども、たまに持つとこのサイズだよなーとかって思うよ。このサイズで全てが詰め込まれてるとかもちょっと興奮するよね。あのでっかいやつはね。Google アカウントに連携させていると便利。ケーケさん、電話番号でなんとかできないんですかね。サポートと話すしかですかね。なんとかなると思うんだけども、ちょっと面倒くさいと思うよ。 Google アカウントの連結、そうだね、いろいろとね、他のFacebook とかね、いろいろとちょっと連携させておくね。 Twitter と YouTube とか、なんだっけ、Apple なんか Apple、 Google アカウント、あ、 Google アカウントがわかんねえのか。大坊さん、4S だったらケーブルが、そうそう、ケーブル未だに大切に取っておいてあるのよ。あのサイズがいいんだよね。アルミラージさん、もう作る気ないわ。
ID 派わかるけどパスワードがわからず、パスワードも@が Gmail だから Gmail がログインできず、 Twitter にパスワードを変える案内が見られずや。全、コベさん、吉尾さんが今から大阪まで行って出張修理をライブ配信で。出張修理無理よ、無理よ。ケイ、ケさん、自分も機種変更した時なんかを本人確認で設定してなかったので2、3日アプリも落とせず電話だけでした。au ショップでちょっと相談すれば、ちょっと相談乗ってくれないこともないと思うんだけど、今乗ってくんないのかね、どうなんだろう。べってんこさん、人気機種なら液晶派簡単に手に入りますよ。ああ、液晶とかパーツね、いろいろと手に入りますけどね。ケさん、 Google とアップでログインできないと何もできなくなりますね。そう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 、それでもあれじゃないの、なんかAndroid でしょ、前後の話をあるとアルミラジコスケさん、 Google ログインできないと全部がダメなんじゃないの、結構厳しくない、なんか Google のやつはなんとか復旧した方がいいと思うんだけど。ケさん、アルミさん、大変です。主さん、なんとかできないの？何もできないよ。何もできないよ。スマホの修理はね、まあ、できないことはないけど、結構きついよ。なんだろう、壊しやすい。でスマホのさ、大門さん細かいよね。そう、細かいのに、細かいのに、なんかパーツパーツがみんなね壊れやすいのよ。アルミラージさん、Google 派ログインできましたが、Gmail の ID のがログインできないのです。Google ケさん、セキュリティ派厄介ですね。それ Google はログインできてんだならば、多分 Gmail とかもログイン出るから、au のこうサービスの人にちょっと。窓口でちょっとアドバイスもらった方がいいかもしれないですね。多分それならたらはできると思いますよ。大坊さん、声すばらしたら部品がすぐどっか行っちゃう。そう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 、ネジもね、ネジもね、一個一個違うんだよね、結構ね、すごい違うネジバンバン使ってるからスマホの中ってさ。自分もやるときちょっと覚悟だもん、だって。なんか触れ、なんだろう、抑えてこう、なんだろう、なんだ、端子のやつでさ、抑えてこう止まるやつあるじゃない、あれがね結構やっ、鹿島さん、私はパスワード使い回し&スマホのメモにメモって保管してます。あー、まあ、使い回しは使い回しでもね、またちょっと別のセキュリティのところでありますけど、ね、なんかどっかしら漏れちゃうとね、
でこれがさ自分の不手際で持てる、あの漏れるんじゃなくてさ、結構あのなんだろう、いろんな企業のところから漏洩して漏れちゃうとかっていうのがあるからね。けいけさん、いいよね。パソコンのネジ開けて交換するのも難しくないですか？パソコンはねそこまでじゃないよ。パソコンはすげえ楽。あのただレッツノートはやばい。レッツノートはあのネジ数が多すぎ。ほんと勘弁してくれって感じ。あれだったらちょっと爪があってバキパキってあのやる方のタイプのノートパソコンの方が好きだね俺は。もうレッツノートほんといやネジが多くてさ、みんなネジのサイズが違うもん。ほんとイラっとくる。でキーボードが両面テープでね、すっげー両面が強いやつで固定されてるの。だから一回剥がすとキーボードが全部ふにゃふにゃにひん曲がるのよだから全部分解してどうのこうのするときにキーボード取り寄せてやんなくちゃいけないのよあれがすんげえ嫌なんだよね。ふにゃふにゃなキーボードでキーボード打ちたくねえじゃん。でそれだけでさ、あの分解していろいろとなんか清掃とかするときにさ、キーボード取り寄せるからさ2000円ぐらいかかんだよね、スタンダードの状態で。なんか交換するっていうのプラス2000円かかるわけよ。でさ、もう分解前提に作ってないのがね、本当ね、いや。でさ、最近さ、なんだろう、ヒューズが飛んじゃったんだよね、中のヒューズ。だから、まあ、ちょっとヒューズだと思うから、まあ、箇所を調べてやれば、簡単に治るんだろうと思うんだけども。けさん、両つべでパソコン裏蓋開けて入れ替えるの見るの好きです。あー、ノートパソコンですか。ノートパソコンは基本的にはそんな難しくないよ。むちゃくちゃ楽だと思うよ。自作 PC ぐらいの知識やってやるならば、やれば、そのぐらいの知識でできるもんだよ。だって CPU ファンがあって、あとなんだ、ハードディスクがあって、CPU があって、メモリーがあって、そんだけだからね。で、CPU、大体の原因が CPU ファンが調子悪いとかさ、あとスイッチのところが接触不良とかっていうだけじゃない？すごい。で、本当ね、あんなの簡単なのよね。ただね、ジャンカーの人で結構やってる人なんかは、どこの箇所でショートしてるとか探す人とかはレベルが高いと思うんだけども、本当に直すだったら本当に簡単よ。で、変な話、2台取り寄せて、使える使えないの場所で、交換すればいいだけの話だけど、部品部品で交換すればいいかな、ブロックブロックでね。CD ロム。アルミラージさん、Google と会うは違う会社だから会うではできませんと言われるのがオチですよ。でもそれさ、あれの、相談乗ってくれないのかね、断られちゃうのかね。けい、けさん、ジャンク品を生き返らせるのも素敵ですね。あー、まあ、ノートパソコンで壊れてる箇所の交換だけをやるならば誰でもできる内容ですよ。だって CD が読み取りできない人で CD ロムの部分だけ取り寄せて交換するだけ、あとキーボード聞きませんって言ったらキーボード交換するだけ、 CPU ファンが冷え、ま、回転しないですって言ったら CPU ファン交換するだけだ。で電源の部品がダメでしたって言ったら電源のところの部分交換するだけだから、ノートパソコンとかね、自作 PC なんかもほんと簡単よ、場所が特定できればね。ただそれを何だろう、突き詰めてさ、その交換箇所の部分をこう、なんだろう、交換の場所を突き止めるっていうのはちょっと大変だと思うんだけど、それはあれだよね、動画ネタだと思うんだけども。で多分俺のレッツノーの、ヒューズが飛んでるだけだから、ヒューズの箇所を調べてそれを交換すれば治りましたって動画を上げられると思うんだけども、でも俺パソコン系の動画そんな上げるつもりないし、交換そうそう、交換だけやればいいだけの話が簡単ですよ。ただね、ゲーム機はね、なんだかんだってジャンカーでこう突き詰めていく人があんまりいないから、多分需要はすごいあると思うんで、これからどんどん壊れていくからね。
べってんこさん、アルミさん Google にログインしてる時点でグマイルにログインしてませんか？多分ね、べってんこさんそれすげえ楽だと思うんだよ。そんなに難しい内容じゃないから、au ショップの人で対応してくれたらね、すぐ分かる内容だと思うんだけども。ちょっと対応してもらいたいよね、そのぐらいね。老人の対応を一生懸命やってるんでしょ。だってああいったショップってさ、ならそのぐらいのことをしてくれたってね、いいんじゃないかなと思うんだけど。ベンコベさん、みたいなボタンを押せばメール開けないかな。みたいな。多分 Google にログインしてるから、パソコンだったら Google にログインしたら Gmail 開けるよね多分。ケさん、 Gmail サイトで ID 忘れた人とかでサポートとやり取りできたらいいですね。あちょっと待って、強さんの方どうなってんだろう。あれ、あともう一個か、ドラゴン。ケさん、6をクリアしたら5に行かないんですか？え？あれ、バトルマスターで、なんで 5に行くの？バトルマスターでも完成してたわ。あれ、勇者完成してた。なんだなんだ、ちょっと別なのを目指。あれ、これもパラディン完成してた。なんだよ、バーバラさんも完成してた。なんでこの子はバトルマスターが1なんだ。ちょっと待って、ちょっと待って、なんかすげえ無駄なことしてない。デビルマスター、魔物使いやってるよ、育ててるよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、心がちょっと待って、何やってんだ俺は。すいません、ちょっとトイレ行ってきますね。すぐ戻ります。ケさん、ミヤポンさんが言ったように熟練度を。ケさん、AFK 出ませんね。アルミラージさん、ベさん、それハウの本メールアドレスのアカウントです。Gmail のアカウントの方がパスワードわからずログインできず、Gmail のアドレスで登録した Twitter にログインできないのです。別天子さん、
なるほど。アルミラージさん、てか先週のゴールデンウィークの初めに晴天だからかゴールデンウィークなのに全く注文ならず稼げなくて雨天の週末に走らざるを得なくなったのが原因です。ミヤポンさんが言ったように熟練度、あ、そうですね、AFK です、すいませんね。ベッテンさん、ベッさん、それは AU の本メールアカウントです。 G メールのアカウントはパスワードだ、G メールのアドレス登録した Twitter ログインできないのかな。てか先週のゴールデンウィークの初めに晴天だからゴールデンウィークなのに全く注文はならず稼ぐ、あー、なるほどね。アルミラージさん、なのでその怒りも含め今日は交換機が来た夕方からウーサーして現在12件配達です。もっと配達したるわ。体調も気をつけながら、ちょっと寒かったりしますからね。ちょっと待って、強さ、ドランゴさんはまだ足りてない。ハッサンがケイケさん、突然のスマホ敗退ですね。厄払いと思って。ハッサンがバトルマスターでもういいと思うんだけども、僧侶途中まで上がってるからレベル上げてるから、ケさん、主さん、今こそ注文すべきでは。だからここ関係ないから、厄払いと思って、まあそうですね、運、そのスマホにが運が悪かったかもしれないんで、お別れできてよかったんじゃないですかね。ちょっとこんな感じで思うと楽になるかもしれないですよね。これからは運が良くなるってことで、新しいスマホは運が良いスマホ。先週のゴールデンウィーク派序盤に配達件数稼げて雨天の週末に休めてたらこういう決めに合わなかった。吉尾さんに八つ当たりするか。やめて。冷たくないでしょ。冷たくないでしょ。ミヤポンさん、決戦まで灰色熟練度上げましょう。アルミラージさん、そうだね、ミヤポンさん、いい加減なこと抜かすなどつくぞ。ケさん、あげましてんのに、八つ当たりですよ。やめろっつうの。やめて。バトルマスター、今バトルマスターだから、アンマスさんそのままで OK でしょ。で、賢者は、ミレイユさんは賢者あげ中だから。で、ヨシオさんがこれどうすっか。踊り子？踊り子行っちゃう？ドラミちゃん明日もあれでしょ、1時間ぐらいはねレベル上げすんでしょ。吉尾さん、ミヤポンさん、踊り子の私がクリアした時主人公の職業派盗賊でした。主人公盗賊それは受ける。主さんの励まし派マイナスいてつく波動、マジで何も言わない。それしかありませんね。吉尾さんにはサンドバッグになってもらいましょう。やめて。ケイケさん、降参の波動がないと。降参の波動いらないから、いらないから。ハンモロさんがこれもうマックスなってるんだね。パラディンだから魔法使いか。魔法使い。この魔法使いの気持ちになって祈りなさいっての。昨日はハサミで参加がなかったんですね。昨日、そうですね、珍しいなと思っていましたけど。
バーバラさんはもうスペルエンペラーだから、この人も踊り子行っちゃう。ミヤポンさん、馬車メンバーで遊び人、商人、踊り子、矢印、スーパースター要員を。スーパースタイン。確か重さんはコウさんが来ないのはコメント読まない日だったからと。コウさんが来ないのコメント読まない日、ああそうかなと思ったんですけどね、そうではなかったんだね。とりあえず遊び人にしょ、遊び人じゃねえ、踊り子にしときましょうか。けい、けさん、まさかスマホがおじゃんとは思ってもみなかったですね。ほんとだね、びっくりした。こいつは魔物使いしてバトルマスターにしなくちゃいけないよね、テリーはね。ミヤポンさん、MP 消費なしのベホマラー、ハッスルダンス派欲しいでしょう。欲しいですね。アルミラージさん、ハッスルダンス、ね、日曜日の昼過ぎから今日の昼過ぎまでスマホなし、すなわちテレビもパソコンもない私は何もなしで16時間も寝てました。マジか。けさん、すごい。それアルミラージ光線テレビないっていうのはこだわりなの？それは。志村じゅんさん、生活ベホラマー派欲しい。ベホマラーはね、ほんと。ミヤポンさん、ダーマの奥の祭壇の部屋覚えてます？覚えてない。なんかあんの？なんかあんの？この上？なんかあんの？ここ？け、けさん、スマホなかったら今はなかなか時間潰せないですね。ミヤポンさん、そこそこ。ここ？あ、これ職業をクリアしていくと、もしかしてこれ炎が灯っていくわけ？そういうこと？そういうことじゃない？なんかこの炎の灯り方が気になったんだけど。アルミラージさん、あっても見るもんないやろ。ニュース派変更、ドラマ派マンネリ、バラエティ派パクリ、つまらんわ。ミヤポンさん、正解。なるほどなるほど。これであれか、裏ダンジョンに行けるいけないがね。アルミラージコウスケさん、見るもんねえだろ。鹿島さん、テレビ見て、テレビあるけど見てないから、くるくるするので私の設備の電波が悪い。ミヤポンさん、ちょっと待って、厳密に破食用が5になると火が灯ります。あ、そうなんだ。あー、ランクがね。ちょっと待って、うちの方はちょっと見てみるよ。あ、くるくるしてる。ちょっと、あ、ちょっとくるくるしてたね。でもまあ今は大丈夫になってます。けさん、ドラゴンが堂々と戦闘切って歩いている一行をすれ違う人はみて誰も注意しないのかしら。注意しないのかしら。注意したいけど、ドラゴンだからね。しかも斧持ってくるんだ、こいつね。アルミラージさん、ミレイユドラゴンの悟りで灼熱吐かせろ。志村嬢さん、悟りの書を持ってるけどね。テレビあったところで PC を繋ぐかゲーム画面を出力するくらいしか。ミヤポンさん、全部火が灯ると裏ダンジョン閉区条件が揃ったことになる。ああ、そうなんだ。K、
ケイ、ケさん。なかなかでも難しいよね。本当ですね。斧持ってる、わら。そうそう、斧持ってるドラゴンってやばくないなんか。死を死に直結するよね。そんな文句つけたらね。そのためにあれだよ。ドランゴさんは斧持ってるわけよ。戦闘でね。ケイ、ケさん、誰も声かけれない。やばいよね、ほんとね。アルミラージさん、レベル上げ？破壊のファッキュー手に入れろよ。あー、破壊のファッキューね。てか、時間がないような気がするんだけど。あと2、3、破壊の発給って多分、1日かかんない ?1 日分くらい。2時間くらいかかんない。裏ダンジョンとかまで行くっていうならば、取ってもいいかなと思うんだけども。まあ、裏ダンジョン行かない予定な感じになっちゃってるから。ヨッシーさん、こんばんは。あ、ヨッシーさんこんばんは。もう主産花菜に行きたいんでしょ？なんか、いや、やるならやってもいいのよ。なんか間が持たないのが嫌なのか、感じがするんだよね。皆さんがいいよっつっても、間が持たない感じあるじゃない。そろそろやめた方がいいんじゃねえのって空気が流れるのが嫌な感じがする。ヨシさん、あれですよ、惨敗して、あれですよ、今、熟練度上げですよ。ケさん、今日はお酒派飲んでるんですか？お酒飲んでるよ。飲んでないと喋んないから、俺。無言だからさ。何にも喋んないのよ。アルミラージさん、こういう敵も破壊の発給なら全員攻撃で終わるぞ。あー。そうなんだけど、それ取るのに 2時間じゃないけど1時間かかるでしょ。そこが問題なのよ。ケイ、ケさん、昨日は喋れてましたよ。昨日は喋れてました。でもね、結構飲んでんだよ、ウイスキー。始まる前、1時間前から飲んでるから、本当にね、ベロベロの時はもう舌が回ってないよね。だんだん舌が回んなくなってくる。ケイ、ケさん、なんと。志村嬢さん、酒を飲むと秘密が出てゆきますよ。そう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 、俺もうアーカイブとか見たくないもんね。喋りまくっててさ、ほんとね。アルミラージさん、トリマ片手で私の最後のツイート見てみろ。わかるわ。ケイ、ケさん、オープンヨシオ。オープンヨシオじゃないよ。片手で。氷も取りに行きたいのに。全、片手で。俺ね、100回までレベル上げ、わら。検索がやり方わかんないのよね。ツイッターがね、やり方が全然分かってないのよ。そうなんですね。ショボーンハッスルダンスおすすめ。ゼン、コベさん、ディグダ見てください。わら。ディグダ。ミヤポンさん、本名と各地が滑りますよ。やめろ、これ大丈夫なのこれ。ケイ、ケさん、ディグダが。目指せポケモンマスター。バカじゃねえのこれ。バカじゃねえのこれ。乗せて大丈夫なのこれ。私からの返信で私のアカウント見たらわかるやろ。バカじゃねえのこれ。こんなのオッケーなはずねえだろ。復帰できねえよ。新しく作れよ。全小部さん、吉尾さん好きでしょ。吉尾さん好きでしょじゃないよ。これアホかっつうの。こんなの乗せたのオッケーなの。こんなの。ビニュー娘は敏感乳首。ピクビをするとビクンビクン。
チクビビンビアルミラージさん、青かそのツイートをラストにログインできなくなったから消すこともできないわ。すごい、読み上げてる俺が危ないわ。読めとか言うのかな、酔っ払ってる最中に。4時までじゃねえかよ。アダルトビデオのタイトル画像だよ、これ。ちょっと氷取ってきますね。少々お待ちください。アルミラージさん、まさかツイッターがそれを最後に大雨でスマホ壊れることになるとは思わなかったからな。ジェン、コベさん、取ってくるのは氷だけだろうか？わら。志村城さん、アイスアー。アルミラージさん、ディグダの予約をするヨシオであった。K さん、これが噂の氷を取りに行くだけで何回も AFK の表示をする放送局。K さん、あと1匹なのに。あ、すいません、戻りました。 K さん、スライム、おかんむり。アルミラージさん、スライムおかんむり。でもあれディグダみたいだっただろ。ディグダってよくわかんないね、ディグダって。取りに行くだけ、なんか名付けの表示をする放送局。無限さん、ディグダ見てきた。わらた。え見てきたって何？アルミラージさん、まさかヨシオさんディグダ知らんのかよ。ディグダって、あれ、ポケモンのディグダ？ディグダみたいなのってどういうこと？アルミラージさん、無限さん、私はログインできなくなりました。アルミラージさん、それの元ネタやポケモンのハパロディやろ。そういうことなの？あー、なるほどね。
なるほどね。このあれ、電マがディグダーってこと？アルミラージさん、ポケモンの歯パロディで、元歯ディグダグのディグダや。ディグダグのディグダ？ポケモンはパロディなの？あ、そういうことか。攻めたく早く行き、すごいな。なんかいけんじゃねえの。志村城さん、俺の那覇ディグダ。アルミラージさん、レトロゲー知ってる割にディグダグ知らんのか。ディグダグは知ってるよ。ディグダグ好きだ、昔すごいやつだもん。アーケード、アルミラージさん、アーケード、パックマン知らん言うてるようなもんやぞ。そうだね。大坊さん、ファミコンのディグダグなら知ってる。ディグダグ、ゲーセンやってたもん、わし。兄ちゃんに連れられて、ゲーセンよく行ってたよ。で、兄ちゃんからよく言われたのは、俺の近くを離れるなっていうのが口酸っぱく言われてた。カツアゲされるから。やってる時も絶対俺の近くにいろって言われてたよ。あの頃怖かったよね。トリマーの乳首派ディグダに似てるってことや。あー、乳首がね。乳頭がディグダでしょ。乳頭の方がディグダなんだ。アルミラージさん、共感しろ。そっちなんだ。なるほどね。全小部さん、え、吉尾さんのディグダ？わしのディグダはマジャン学園。わしのディグダ埋没してるから、あのディグダなってないね。何を癒すねん。アルミラージさん、無限さんのがすぐ分かってるじゃないか。そうだね、そうだね、わしより全然分かってる。これなんか魔物使いも連れてたのがいいような気がするんだけど、キングスライム仲間にしたいよね。でもまあクリアに関係なくなっちゃうから、関係ないからね。なんかもったいない感じもする。このメンツで行った方が多分いいと思うから。まあやり込みすんならね、ベッドられだけど、このスーファイバーのドラクエ6、そこまでなんかやり込みする感じがしないよね。なんかやり込みしたいって感じが。アルミラージさん、BS 版の方はすごいしたいけど。吉尾さんの銀冠ディグダハロードランナーみたいに埋められてると。そうそう、肉の下かなみたいな感じだね。100回まで行くならキングスライム入れてレベル上げてみましょう。100回やんねえよ、100回やんねえよ。もうすぐさま行きたいよ、ドラクエ7に。でもなんか、過酷なんでしょ、プレステのドラクエ7ってさ。ちょっとアドバイスちょっとお願いしますよ、ちょっと。次回とかに、あーとかなんじゃ、先に言ってね、先に言ってくださいよ、ちょっと。結構後戻りできないんだよね、ドラクエ7のやつね。K、K さん。分かってることあったら。5、ベッテンコさん。そして吉尾さんの息子が掘り進む。掘り進むって何？掘り進むって。掘り言うじゃん。志村城さん、7やっちゃうなんて、かわいそう。なんかもうドラクエ6、ドラクエ5のなんか苦労を考えると、DS 版すぐやりたい感じがしてきちゃうんだけども。まあ、とりあえず、順番追ってやっとこうかなと思ってますけどね。まあ、ドラクエシリーズをとりあえずやってね。ちょっとある程度人が増えてくるんだったら。アルミラージさん派ツイッターのパスワードがわからないってこと？全、小部さん、3DS 直ったんですか？ K、K さん、5、矢印、6、矢印、5。5に戻るの？志村城さん、スクエニ公認のやり込みブック、ドラクエ7の歩き方、って本、おもろいっすよ。あ、そうなんですか。ドラクエ7の歩き方持ってない。全個別 3DS ってあれですかね、ニュー 2DS、え
違うな。ニューツーリースのことかな。まだ直しないです。まだ直し、パーツは届いてます。早く直さないとパーツがどっかに隠れちゃうの。そんなのあるんですね。ドラクエ7の歩き方は持ってないな。5の歩き方は持ってない。成人勇者になるんですね。成人勇者、それ 3DS 版などになれるのかしら。もう DS 版にやっちゃったからね、ほんとね、つらい。ドラクエ6がほんとつらい。全、コベさん、9までには直していただかないと。あー、まあそれはすぐ、もうパーツも取れてれば直るんだけども、でもなんか、アルミラージさん、無限さん、そうです。Gmail の ID でエッドハはなるのですが、パスワードがわからず、Gmail でパスワードを変える番号もわからずです。ケイ、ケさん、ヨシオさんとの交流の仕方の本は出てないんですか？出てないね。基本的に交流しないからね。誰とも交流しないからね。親とも兄弟とも交流しないからね。そう、なんかニュー 3DS のあのニセトロチューナーのあのキット買って、ケさん、自分でやろうかなとかって思ってるけど、親はね両方とも健在なんだけども、まあうちの母ちゃんはずっと療養中みたいな感じ、ね。うちの子供が友達の作り方って本読んでますよ。俺に貸してその本を。でもあんま作りたくないんだよね。なんかこう誘われるのが苦手。の歩き方、は4、5、7、8それぞれあるのを確認しておりもうす。やり込みすぎなスタッフさんたち。あ、そうなんですか。やり込みの話が書いてあるんですね。いや、なんか友達作るとめんどくさいのよ。なんか誘われるからさ。わし、あの、休みの日のスケジュール埋められるのが本当に苦手でさ。もう彼女できねえやって感じだよね、これ。いついつに何しに行きましょうとかっていうのが苦手なのよ。もう休みの日の予定が入っちゃうのが嫌なの。分かる人いるかな。ケイケさん、波長が合う友達がどこかにおるはず。そうで、距離がね近いとダメなのよ。あれ、スペダイプだな。無限さん、それならツイッターに問い合わせた方が良いと思います。ドサンコさん、いやー、親が体調悪くて救急車呼んでました。時間もいい感じなのでお先に失礼しますね。皆さんおやすみなさい。ドサンコさん、おやすみなさい。あ、気軽に断れないのは友達ではないのでは。志村嬢さん、簿記も鬱陶しいな。ドサンコさん、お疲れ様です。あ、親御さんがあれですね。あ、そうなんですね。ちょっとお大事にされてください。ちょっといろいろちょっとあると思います。ドサンコさん、お気をつけて、おやすみなさい。ベッテンコさん、おやすみなさい。波長が合う友達どっかにいるかもしれないですけども、そんなにね知り合いたくないんだよね。ケイケさん、ドサンコさん、大変ですね。気軽に断れないのは友達ではないのが、なんだろう、こうわしのつかず離れず的な感じの、つかず離れずじゃなくて、もう離れちゃってるなんだけども、たまにこう付き合うみたいな感じの距離感の人がいないのよね。だからなんかちょっとあんまりちょっと付き合いづらいって感じ。僕も鬱陶しいにゃ。そう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 。ベッテンコさん、すんげえ遠いね。ドサンコさん、とんでもない状況ですね。そうだね、ドサンコさん、ちょっと親御さんちょっと心配ですね。なんだなんだ、ヨナズすげえな。ケさん、ならばモンスターハンターしてる感じがいいのでは。アルミラージさん、ツイッターのサポートなど回復魔法が使えないサマルトリアの王子より使えませんよ。そこまでツイッターに入れ込んでませんし。あ、KK さん、モンスターハンター。ああ、そうですね。
ツイッターのサポートなど回復魔法が使えないサマルトリアの王子より使えませんよサマルトリアの王子使えますよ、そこそこそこまでツイッターに入れ込んでません。でもあれですよ、アルミアツコスあれずっと放置されるんですよあのツイートがログインしないと。志村城さん、薄いつながりがないよりはあれば良いって感じかな。けいけさん、サマルトリア、わら。志村城さん違うんだよね、なんかこう信頼関係に基づいた薄いつながりがいいのよお互い信頼してるんだけども、お互い尊敬し合って、サマルトリアの王子ですよ、それより使えないのですから。コミュニケーションツイッターのサポートけいけさん、と寂しくなったりしません？全小部さん、角さん、それがね全然ないのよ、わし寂しいとかっていうのあんまりないんだよね。なんだろう、寂しいとかっていう感覚がないんだよな、昔から。おかしいのかな。寂しいに関しては全然感覚がないんだよね。なんだろう、一人の方がいいって感じになっちゃってるから寂しいって感じが全くないのかな。志村城さん、僕も全然ないなあ。志村城さん、あ、そうなんですか、アルミラージさん、エースコックのワンタン麺のスープより薄い関係の友達？パイタンじゃねえか。パイタンじゃねえか。いや違うのよ、なんだろう、心のつながりはきちんと持ってて、薄いコミュニケーションとか、薄い感じよ。薄い付き合いって感じ。寂しくないなら今日から右手禁止で。右手禁止？それまた別の話じゃない？それは別の話でしょ。どうなってんだよ。電光部さんのカクさんって拾えてなかったけど、カクさんって何？スケさん、カクさんだと思うんだけど。アルミラージさん、さゆと読まずパイタンって別物だろ。さゆと読まずパイタンじゃねえ。ああ、パイタン、そうだね。さゆじゃねえか。志村城さん、じゃあ左手だ。違うだ。右手で何してるんですか？右手でコントローラー握ってるよ。見りゃ分かんだろ、ゲームやってんだ今よ握手でチンポン見る、握ってたらおかしな話だろよ、やばいだろ。だんだん息遣いが荒くなってくるのか。アルミラージさん、さゆとパイタンじゃ、パイタンじゃラーメンスープだろ。そうだね。間違えたね。無限さん、猫や犬いるから寂しくないんですよ。まあちょっとそれはあるかもしれないけどね。だから頻繁にの、仲良くなって頻繁にのお酒好きじゃないですか。でもお酒飲みに誘うのを頻繁に誘われるのは嫌いなんだよね。ただなんか立ち飲み屋とかさ、ああいうところに行ってさ、バーとかに行ってその場で会う人に、ボコチン握りながらゲーム配信とか変態じゃねえか新しい領域開いちゃうね、ちょっとね。ボンボ拾った。なんだろう、こう飲み友達ができて飲みに行くとかっていうのは好きじゃないの。ただ立ち飲み屋とかでその場限りで行って、その場で会って一緒に楽しく飲むっていうのは割と好きなのよ。でも誘われるのは嫌いなのよ。志村城さん、僕もそれ、飲みの誘いにヘキヘキした職場も経験したにゃー。あー、島城さん、あー、わかるようなわからないような、なんかこう、あれなんだよね、なんかこう、期待されて飲みに行ったりとかするとなんかこう、プレッシャーになっちゃうんだよね。
あいつは飲みに誘えば、あの、必ず来るんだっていう期待のもとに誘われるのが嫌なんだよね。アルミラージさん、人望の話したらコンボを拾うとか。もう持ってる？持ってねえ。ベッテンコさん、昔カメラ切り忘れて追っ始めた人いましたよね。ああ、なんでしたっけ？ケさん、心が繊細なんですかね。まあ割とね、あの、あん、なんだ、繊細なのかな。そんなに人付き合いとかが多分にそんなに好きじゃないんだよね。苦手なんだよね。志村城さん、断っても延期されるだけでまた何度でも来るので、飲み屋珍坊。飲み屋珍坊チンポもらってんじゃねえか最後。予定された飲み会とかさ、ケさん、人間嫌いなんでしょうね。それはね、ちょっとあると思うんだよね。人付き合いがあんまり好きじゃないかもしれない。仕事はずっと営業とかやってきてんだけども、だからなんだろう、人との間合いとかはさ、あの、営業だから相手の懐に会話の中でこう入っていかなくちゃいけないとかさ、そういうのは技術的にね、いろいろと理解してるんだけど、心の行くままがいいんでしょうね。そうそう、心の行くままはね、行くままだね。もうなんかこう人嫌いだからこそ、あの、営業がうまくいくんだよね。相手が嫌がってるなっていうのがすぐこのようにビンビン入ってくるからさ、だからこそ相手の懐に入ってくるんだもんね。なんかもうめちゃめちゃ営業やってるとね、売れんだよ物がさ。でもこれなんか接待とかああいうの苦手。浅く短くですかね。いや、でもそうでもないのよ、そうでもないのよ。相手とはがっちりと握るのよ。営業なんかもさ、お互いの信頼がないとさ、こう。ベッテンコさん、太く短くですね。太く短くっていうか、ちょっと違うんだよな、ちょっと違うんだよな。相手とは心の芯でつながって、ケさん、握る？握るじゃない、握るはやめて、握るを強調しない。ケさん、右手で？右手でじゃない、左手でもない。あらかじめ言っとくけど、右手でもないし、左手でもない。前、小部さん、太くて短い、握る？だから違うっつってんの、違うの、違うの。そうなんだよね。上司から言われたのは、なんだろう、相手の懐に入るのうまいね。痛くないんですか？痛くないとか、何の話なんだよ。何の話なんだよ。違うだろうがよ。違うの、KK さんの、なんかアイコン、マイクじゃん、そういえば。意味わかんないんだけど。なんでマイクなの、それ。ベッテンコさん、赤くならないんですか？何の話なんだ、なんで赤くなるのよ。全意味わかんないんだよ。そんな卑猥なことばっかり言ってるなんて軽蔑しました。ドサンコさん応援するために動画見てきます。あ、まあ、木村城さん、動画見てください。応援、こちらの応援もお願いします。なんだろう、人嫌いだからこそ、なんだろう、こう、上っ面の営業トークをしない感じなのが多分受けてるんだと思うんだけどね、向こうからするとね。あの、軽はずみな言葉は言わないみたいな感じなのが多分向こう的にはいいんじゃないかな、印象がね。大変。全さん、カムバック。全さん、カムバック。まあでも、ドサンコさんの動画だったら全然いいっすよ、もう。見ていただいて。まあ、戻ってきてもらいたいですけどね。志村城さん、
物売りよし。物売り、そうだね、物売りしてたね。秋葉原なんかもずいぶんあれだよ、営業ずっとやってたから。さすがにもうね、昔の担当の人があのお店にいるってのはないと思うんだけど。けいけさん、主さんがダジャレ言わないから一人減りましたよ。ダジャレの問題じゃないでしょ。全校さん持ってきてくれるでしょ。あ、でもそろそろ終了時間か、あと10分。あー、でもどうなってんだろう、強さの方。結構なんかうろうろしたと思うんだけども、あれ、ドラゴンもう満タンになってんじゃんみたいな。大工の息子はまだ僧侶が足りてない。村の英雄もうそろそろだね。ハッサンはちょっとあれだね、ちょっと転職しとかないと。踊り子4、チャンモロはあれ、ま、あーでも魔法使いはまだ4か。ハッサンじゃねえ、誰だ、誰誰、ハッサンはマンタナだっけ、違う、木村城さん、下の話ばかりで軽蔑しやした。ボーンハブ動画の方を見てきやす。けいけさん、ボーンハブの方、明日も明後日も熟練度を上げる巻。興奮したのかよ、興奮したのかよ。今日も明日も明後日も、明後日はないでしょう。明日途中であれじゃないの。けいけさん、ちょっと待って、大変、志村さんカムバック、志村さんカムバック、ミリーユさんがもう満タン？満タンだね。で、ドランゴさんが満タン？ミリーユさんも、ドランゴさんが満タン。主さんがダジャレを言わないからまた一人視聴者減りましたよ。なんでダジャレなのよ、わしダジャレ言えないよ。ミリーユさんとドワンゴさんだよね。あと大丈夫、ベッテンコさん、どこまーでもどこまーでも果てしなーい空。間違えた、またこっち来ちゃった。何のその、何の歌なのそれ、ベッテンコさん。私なんかよく分かってない、なんかよく、けいけさん、これを主さん歌って、分かんないのよそれ、主さん分かんないの、何の歌なのそれ。ドワンゴさん何にしたらいいのこれ。ベッテンコさん、僕も分かりません、分かんないの、分かんないの。アルミラジさん、 CM ソングやろ、マジで知らんよ。ドラーンゴさん、グレートドラゴンはちょっとだけど、どうしたらいいのこれ。このタイミングでどこに何になりゃいいの。あともう一個ぐらいだと思うんだけども、舞踏家か、さん舞踏家だ、舞踏家だな。ミリーユが変わるんだよな、ちょっと待って、ちょっと待って。ミリーユさんがもう賢者マスターになってるから。アルミラージさん、エッグジュニアの英会話の CM ソングやろ。え、ECC ジュニア、え、そうなんだ、全、コベさん、踊り子でドラゴンのままの方がいいような。いやー、とりあえず上げといて、最終決戦の時には、足りてなかったら戻します。足りてなかったら戻すんで、聖剣好きとか爆裂剣あたりをちょっとマスターさせたいんですよね。全国さんいるじゃないですか。びっくりした。今の状態行っちゃったんですよ。ポーンハブ見に行っちゃったんですか。ケイケさん、ヨウツベ地震、次はどこどことかいう動画、
地震起こると増えますな。あー、超回数がね、いろいろね。無限さん、専門学校の CM でしたっけ？あ、そうなんですか。どこまでも、どこまでもって感じだったっけ？果てしない空、わかんないです。果てしない空がちょっと分かってないんだ。ちょっと待って、満タンだとちょっともったいないんで、ドランゴさんはやったでしょ。ハッサンは、で、アモさんもうちょいだよね。で、ミリエさんは踊り子。アルミラージさん、へったくそな歌唱力だな。ケイ、ケさん、空の応援ソング？空の応援ソング違うでしょ。ケイリーが成長遅いね、この子ね。遅いね。失格だね。ケイ、ケさん、虫さんの空は何色？空は普通に青だよ、青。夢も希望もないけどね。どこ行った？なんだったっけ？ペスカニか。大坊さん、もう勇者なってるじゃん。そう、なってんのよ、なってんのよ。ケイ、ケさん、なんと、普通に青。ミヤポンさん、熟練度は誰でも一緒ですよ。わら、テリーだから遅いってことはない。あー、まあ、全然育ってなかったですからね。テリーがバトルマスター満タンだったら行きますか。大罰ね。ケイ、ケさん、背景と帽子は赤なのに。夢と死亡、やだ。背景と帽子赤なのに。この時あれ、何だったっけ、アゲハに行ったんだけども、なんか太鼓の、あのパフォーマンス集団の人が来てて、何だったっけ、北野武の、ベッテンコさん、そういえば今日の背景は地獄ですか？背景地獄じゃない、アゲハ、アゲハ、騎馬のあたりになったんじゃない？騎馬のあたりにあった。クラブのアゲハで、太鼓のパフォーマーの人たちがいるじゃない？なんか座頭市の北野武の映画でさ、太鼓叩いてた人たちが、アゲハに呼ばれて、その時のパフォーマンスの時見に行ったのよ。その時に撮った、映像じゃない、写真を背景に今日知ったんですけど。ケイ、ケさん、タップダンス？そうそう、タップダンスの背景で太鼓叩いてたんだよね。その太鼓叩いてた人のパフォーマンスのやつを見に行ったのよ。その時にの背景。ケイ、ケさん、誰もわからない。わかんないわかんないわかんないのか。名前忘れたんだけども。ミヤポンさん、煙しか見えないわけだが。そうだね、笑。そうだね。すごかったよ。何万人か来てたよね。あんまり興味なかったんだけど、知り合いがなんか主催してたみたいで、なんか呼ばれたんだよ、ね。呼ばれたって言われない。普通に観客で行ったんだけど。ベッテンコさん、釜茹での毛かと思いました。釜茹での毛ケイ、ケさん、ゲーム画面は綺麗な空なのに右下、犬派、地獄。
犬じゃないしね、地獄じゃないし、いやなんかなんだっけ、デスタームーアの背景にぴったりかなと思ってやったんだけど、デスタームーアのやつがあの赤色のバッグだったじゃない、なんかちょうどいいかなと思ってさ。じゃあなんか背景がさ、自分の持ってる画像を組み込めるっていうのはちょっと今日初めてしたのよ。でね、なんかね、ショップの方でもね、全然ないんだよね。デスタムは派手てきて30分以内にデスルーラでもう出てこない。そうだね、逃げたんだよ、あいつね。弱っちいやつよ。もっと12時になっちまったか。ワクワク探偵局おとん51さん、こんばんは。あ、おとんさんこんばんは。ワクワク探偵局おとん51さん、皆さんこんばんは。そろそろ終わりなんですかね、すいません。べってんこさん、こんばんは。でん、こべさん、おとんさんこんばんは。よしおさんは黒のパンツ履いてます。けい、けさん、51さん、こんばんはのあん。でんこべさん、あれですよ、黒のボクサーパンツです。すんげえいらない情報だと思うんだけども。けさん、なんでパンツの話が今日放送で出てきたんですか？あんただよ、あんただよ、あんたが聞いたからだよ。ワクワク探偵局おとん51さん、どういう会話なんだよ。顔なんで俺50間近のおっさんのパンツの色とパンツのタイプ聞いてなんかいい情報があったの？あらやだ。あらやだじゃねえよ。あらやだじゃねえよ。誰も得しねえよ。むしろマイナスの感情しか迷い降りないでしょ。つうかさ、なんかここまでいろいろなイメージあると思うんだけど、俺全然イケオジのイメージないよね、多分。さん絶対に、ね。ユニクロかわいそう。ユニクロかわいそうじゃねえよ。数少ない女性視聴者がハーハーするのでしねえよ。絶対しねえよ。だって俺のイメージってイケオジの感じないでしょ。もう50なのよ、わし。そろそろさ、あと2月くらいで50なのよ。ちょっと50のおっさんつったり、モテる感じです。イケオジじゃない。べってんこさん。全然イケオジじゃない。この話してる時瞬間的に5人減りましたから。見てんの、確認すんなよ。確認すんなよ。やめろよ、そういうの。そういうのやめようよ。一生懸命やってんだから、俺なんか中途半端にやってるの感じるのかもしれないけど、割と、かけてはないけど、この配信にかけてはないけども。日本にいないということは伝わっています。日本にいるよ。日本にいるから。日本にいるの、ずっと日本、最初からずっと日本だから、なんでそれ伝わっちゃうの？けい、けさん、氷があるからいいじゃない。そういう話じゃねえよ。あー、もう結婚してや、嫁いねえかな、嫁。
あ、ちょっと時間オーバーしちゃうんで、そろそろちょっと終わりにします。来週じゃねえよ。明日もちょっとレベル上げしてね。ちょっともう、テリーのちょっと強さじゃなくて、熟練度ちょっと見てみますよ。テリーが満タンだったらちょっと行こうかなと思いますよ。バトルマスター、これ1日あって3点。ここはやっぱりチョロさんに紹介してもらいましょう。チョロさん、ね。わくわく探偵局オトン51さん。うちも読めないよ。チョロさんね。ケさん。縛られたくない人が結婚なんて無理でしょ。ミヤポンさん。読めない。また来週。わら。縛られたくない人が健康なんて無理でしょ。宣言しないで、そんな。ミヤポンさん、また来週。明日やるから、もう一回。明日やるよ。べってんこさん、よしお、寂しいって思ったことない。よしお、結婚してえな。全おべさん、結婚してえよ。わら。結婚してえよ。辛辣。誰も、あれだよ。わしには救いはねえんだよ、もう。リノッカさん、アスクリア明日、できればちょっとクリアしようかなと思いますけども。精神精子が分裂。明日ね、一応1時間ぐらい、1時間ちょいぐらいやって、1時間半かな。で、30分かけて決戦、1時間か。1時間レベル上げだね。1時間レベル上げして、ちょっと1回決戦やって、ダメだったらちょっとまた考えましょう。全、小部さん、フュージョンしないと。フュージョンじゃねえ、フュージョンだな。ケさん、どうなるのかしら。一応1時間レベル上げして30分かけて、デスタムアのところに行って、で、30分戦闘で勝てるかどうかだよね。でもこれね、1時間かけてこのさすらいの剣士は、バトルマスター7だから、まだ3だよ、これ。やばくない？全然遅いんだけど。まあ、ちょっと1時間かけて、まあちょっとフェリーがねちょっと満タンになってからちょっと行きましょうか。じゃあちょっと今日はこれで終わりにします。ちょっと中途半端な感じはちょっと申し訳ないですけども、明日一応もう一回再戦だね。無理だったら3日目だけど。お疲れ様でした。あ、しごるさんお疲れ様でした。じゃあ今日ちょっと時間オーバーしましたんで、上級職派簡単に上がらなさそうですね。 KK さんここまで上がると思わなかったよ。ワクワク探偵局オトン51さん、お疲れ様です。ベッテンコさん、お疲れ様です。お疲れ様でした。リノッカさん、お疲れ様です。お疲れ様でした。ミヤポンさん、お疲れ様でした。オツでした。 KK さん、お疲れ様でした。お疲れんこん。全校さん、お疲れ様でした。まあ、来週じゃないよ。無限さん、お疲れ様でした。アルミラーコさん、いいのかい。また来週。アルミラーさん、KK さん、明日もパンツの情報よろしく。やだよ、やだよ。明日もパンツの情報よろしくどうぞ。いらねえよ。誰にも得しねえだろ、その情報。パンツの情報なんかよ。50近くのおっさんのパンツ情報なんか誰もいらねえだろよ。KK さん、いよいよ100回じゃねえよ。鹿島さん、お疲れ様でした。鹿島さん、お疲れ様でした。じゃあこれで終わりにします。お疲れ様でした。おやすみなさい。けさん、ユニクロが喜びますよ。まあ喜ぶかもしれないけど、ビビったと思うんだろうね。じゃあおやすみなさい。ではまた。